皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサです。このチャンネルではアニメや漫画のキャラなどを解説してて再生リストからでも気軽に視聴できるのでよければ他の動画のご視聴よろしくお願いします。マリサ、メンヘラとヤンデレの違いって何でしょうね？ああ、確かにメンヘラとヤンデレってよく混同されるよな。ただな霊夢ちん、推しの子ではメンヘラキャラとヤンデレキャラが揃ってるんだぜ。マジで？メンヘラとヤンデレが揃ってるってそれやばない。一体誰なのか知らねえ。ということで今回は推しのこのキャラから学ぶ、メンヘラとヤンデレについて解説していくぜ。お願いします。まずはメンヘラとヤンデレについて話していくぜ。メンヘラとは精神的な健康状態を表すメンタルヘルスの略で、精神的に不安定で自分のことで周りを振り回してしまう様子のことだぜ。ヤンデレとは闇とデレデレの合成語で、好きな人への好意が大きくなりすぎて愛情表現が暴走してしまう様子を言うぜ。まあ、どちらもヤンデレので違いがわかりにくいよな。メンヘラとヤンデレの違いって何？最大の違いはメンヘラは標的が自分自身、ヤンデレは標的が他人であるという点だな。メンヘラは構ってほしい、自分を見てほしいという自己顕示欲が暴走し、結果攻撃対象が自分になってしまい、自滅してしまうぜ。対してヤンデレは他人に愛する人の役に立ちたい、愛する人のことを何でも知ろうとするという欲求が強く、憎しみの矛先が他人になりがちだぜ。混同されやすいってことは共通点もあるんじゃない？当然そうだぜ。メンヘラとヤンデレの共通点は自分に自信がない、視野が狭く、独りよがりになりやすい、対人関係でトラブりやすい、依存しやすい、感情のコントロールが苦手などがあるぜ。どちらにせよ、メンヘラもヤンデレも精神に闇を抱えてる、他人を巻き込むという点が共通してるため、混同されやすいぜ。ヤンデレとメンヘラのどっちがいいかと聞かれたらどっちも嫌と答えたくもなるしな。空想のキャラだとヤンデレもメンヘラも魅力的に見えることがあるから不思議よね。ということで推しの子でメンヘラ、ヤンデレに該当するキャラを話していくぜ。お願いします。結論から言うと、有馬かながメンヘラ、黒川茜がヤンデレだぜ。推しの子トップクラスに人気の二人が闇キャラとはこれ以下に。まずはカナがメンヘラであるという点から話していくぜ。カナはかつては子役として一世を風靡し、大人気だったぜ。だが、口と性格の悪さが問題になったのか、旬が過ぎればすぐさま使われなくなり、しかも使われなくなった時代が長かったぜ。さらにはカナの母は芸能人になりたかったらしく、その夢を娘に押し付け、芸能人としての有馬カナに価値がなくなった瞬間田舎に引っ込んだぜ。一応、母が田舎に引っ込んだのは祖父の面倒を見るためっていう理由があるけど、カナの母がカナを捨てたという事実は変わらないわね。カナの母は人間的にかなり問題のある人物として描かれており、父には浮気されてるぜ。カナが浮気されてもしょうがないと思うぐらいなので相当ひどい母親だったことがわかるぜ。カナは母をはじめとした周りの人物から必要とされることで、自分は価値のある人間なんだと思っていたぜ。だが、売れなくなった瞬間誰も見向きもされなくなり、一気に絶望の淵に叩き落とされたぜ。これのせいでかなり自信を失ったらしいわね。こういった過去があるのでカナは自己肯定感が低くなってしまい、他者承認欲求の塊になってしまったぜ。カナがあれだけ性格が悪くなってしまったのは致し方ないところもあるぜ。さすがにサリナやゴロウほどではないにしてもカナの家庭環境も相当悪いぜ。カナの根底には自分が必要とされたい、自分が一番輝きたいという欲求があり、基本的に自分を中心に考えてるぜ。もろメンヘラだな。まあ、カナにだって面倒見のある面もあるし、嫌な子ではないと思うけどね。カナが大きな問題を起こしたスキャンダル編だが、それ以前からアイドル活動に疲れてる描写が見られたぜ。その理由が、自分が一番不人気、自分のものにしたいアクアに拒絶されてるからで、やはり自分が必要とされてないと感じてるからなんだよな。カナは自分が一番人気ないと言ってるが、それでもフォロワーはそれなりに多く、カナのアイドル卒業にショックを受ける人が多くいるぐらいにはカナは人気だぜ。それでも一番人気がないことやアクアに必要とされてないと感じたからやる気がなくなっていったのかもね。カナの子の、自分に課す目標や理想が高すぎるというのもメンヘラになりやすい要因だと言えるな。変に目標が高すぎてそれが達成できないとなると誰でも自信をなくすし減らるぜ。まさに負のスパイラルだな。まあ、カナがこれだけ高すぎる目標に設定しがちなのは、子役時代に売れまくったというのが大きいんだろうな。過去の栄光を味わってしまうと、自然とあの頃の成功をもう一度という気持ちになるもんだぜ。一度した成功を引きずっちゃうのはわかるわ。カナのアンチを大量に増やすことになったスキャンダル編でも役者としての仕事が欲しいという自分本位の安直な行動が招いてしまった結果と言えるぜ。まあ、あの時のカナは役者としての仕事があまりもらえてなかった、ルビーが人気すぎてアイドル活動でも自分の必要性が感じなかった、挙句の果てにアクアにまで拒絶されたのが原因だな。
カナはじわじわ追い詰められてそれが爆発したのがスキャンダル編なわけね。ただ、役者としての仕事にこだわったのはもともと役者が好きというのもあるんだろうが、ルビー、メムチョの足を引っ張りたくなかったというのも少なからずあるんだろうぜ。実際、役者の仕事がないカナは B 小町の中だと一番劣ってる感じがあるぜ。当然、自分の欲求を満たしたかったという点が大きいのは事実なのかもしれんが、ルビー、メムチョのことをないがしろにしていたわけではないと思うぜ。B 小町はアイドル、マルチタレントとしてバカ売れのルビー、アイドルとしてそこそこ立ち回れて人気 YouTuber のメムチョがメンバーにいるからね。二人ともハイスペックな中、カナの役者要素がなくなると、他二人に比べてカナが劣ってる感じが出てしまうわね。そう考えるとカナの中のコンプレックスが爆発するのは無理ないことなのかもね。いずれにしてもカナは自分を中心に心を壊してる面が大きく、相当なメンヘラと言えるぜ。カナは過去の経験や周りにハイスペックな人物が多すぎたことから自己肯定ができなくなり、メンヘラになってしまったと言えるぜ。これ見て思うとカナはあまり人に恵まれてなかったと思うぜ。家族には見放され、芸能業界ではいいように利用されまくってたからな。家族に見放され、業界にはいいように利用されてた中、アクアだけは自分のことを肯定してくれてたからね。そんなアクアを自分のものにしたいっていうカナの欲求自体は普通なのかもしれないわね。ここからは黒川茜のヤンデレについて話していくぜ。お願いします。茜はとにかく他人のことを考えすぎてヤンデる描写が非常に多いぜ。これは茜の才能が関係してるぜ。茜はめちゃくちゃ頭がいい上に観察眼も優れ、キャラの心情を読み解く考察能力も凄まじいぜ。公式でアクアよりも頭がいいと明言されており、マジで万能だぜ。このキャラクターの考察能力については演技以外でも生きており、アクアやカナの心の内を理解してる描写が多いぜ。この才能のせいでその人に共感しすぎてのめり込んじゃうわけね。アカネは異常な共感能力の高さ、相手の心情を読み解く能力の高さにより、他人を否定することがほぼなく、せいぜいカナに毒づくぐらいだぜ。そのカナに対しても、誰かに必要とされたかったという彼女の心の内を見抜いており、理解しているぜ。カナの性格の悪さに対しても一定の理解を示しており、カナのことで思い悩んでる描写も多いぜ。そもそもアカネが役者になりたいと思ったのはカナがきっかけだぜ。アカネにとってカナが目標だったのね。だが、いざカナと対面したらカナの性格は最悪でアカネはめちゃくちゃショックを受けたぜ。それでもアカネはカナを拒絶するのではなく、どうしてそうなったの？と思い、カナの心理状況を徹底的に研究し、彼女の本心にたどり着いてるぜ。また、アカネはショートカットの時期があるが、髪型がカナと少し似ており、これはおそらく、アカネのカナに対する憧れの表れだと思われるぜ。あんだけカナに拒絶されてもアカネはカナのことが好きっぽいのよね。アカネのカナに対する執着がなかなか異常であり、読者からは厄介オタクと言われることがあるぐらいだぜ。カナのアイドル活動に否定的な割には協力する姿勢を見せたり、カナが本気で芝居をするように根回ししたりしてるぜ。カナに勝ちたいのにカナの本気を引き出させようとしてるあたり、アカネがカナのことが大好きであることが伺えるな。当然、本気のカナに勝ちたいという気持ちも強いんだろうがな。カナに対しても相当悩んでるよねこれ。てか小さい頃なんかカナのトレードマークの帽子まで被ってるし、カナに対する執着の凄さが伺えるわね。カナに対しても相当ヤンデレでアクアに対してはもっと凄まじいヤンデレぶりを見せてるぜ。アクアとは交際することになるんだが、アクアには命を救われた恩があることも重なってアクアのためなら何でもするようになってるぜ。アクアが、復讐が目的で芸能界に入ったと言ったらどうする？と尋ねた時も何の迷いもなく一緒に殺してあげると答えていたぜ。てか愛を研究してた時もおびただしい髪の量があってマジで狂気を感じたわ。ちなみにアクアと交際してる時のアカネは心中で、浮気したら殺すと語っており、殺気を感じたのかアクアもビビってたぜ。浮気されるのは誰でも嫌だろうが、アカネの殺気は凄まじいな。アクアの人生を狂わせた元凶である神木ヒカルの殺害も一人で決行しようとしてたぜ。自分の女優人生を棒に振ってまで殺害を決行するとかもうヤンデレ以外になんて言うんだって話だぜ。結局アクアに止められるというね。アクアはアカネと交際してからアカネに発信機をつけており、アカネがアクアの父が神木ヒカルであることを突き止めたことを知ったぜ。発信機を仕掛けられてた事実に当然アカネは切れるんだが、切れ方が読者の予想の斜め上だったぜ。なんとアカネはアクアに対して、言ってくれれば何百個でもつけてあげたと答えており、字面のシュールさから一部でネタにされてるぜ。多くの読者が怒るところそこなのかよって突っ込んでたわね。ただアクアは、このことを言ったら結局アカネは発信機を偽造して一人で殺しに行くと踏んでいたぜ。事実アカネの表情からしてアクアの読みは間違いなかったんだろうぜ。アカネはアクアのためなら地獄にでも行くと答えており、アカネは他人がトリガーになってどこまでも病んでしまうタイプであることがわかるぜ。
好きな相手の邪魔になるものを容赦なく殺そうとするとかヤンデレのそれだぜ。中堅編以降のアカネはアクアのことでずっと病んでるし、マジで見てられないわ。まとめると自分を中心に傷ついてしまってるカナがメンヘラ、他人を中心に傷ついてしまってるアカネがヤンデレと言えるぜ。カナとアカネを比較するとメンヘラとヤンデレの違いがかなりわかりやすいぜ。他人にどこまでも献身的なアカネの方がカナよりもいい人に見えるな。まあ、アカネの場合はことが起こる前にアクアや他人に止められてることが多く、ある意味では運がいいぜ。劇中での描写を見る限りだと、アカネは運が良くてカナは運が悪い感じが出てるわよね。カナとアカネは何かと対照的に描かれてるからメンヘラとヤンデレをそれぞれにキャラ付けしてるってのはありそう。カナはアクアとの関係のこじれやスキャンダルでもそうだが、絶妙に間が悪いぜ。彼女の運のなさ、間の悪さのせいで売れなくなったというのも少なからずあったと思うぜ。こういう、悪気はないのに勘の悪い時に続けて問題を起こしてしまう人は現実でもいるのが生々しいと思うぜ。カナの性格に問題があるのは事実だが、やはり運や間の悪さで損してる部分も多いと思うぜ。カナとアカネは別ベクトルでこじれてるわね。まとめると自分中心で傷ついて自滅するのがメンヘラ、他人のことを考えすぎて壊れるのがヤンデレと言えるぜ。カナがメンヘラ、アカネがヤンデレの要素がかなり多いと言えるぜ。そうね。ということで推しの子から学ぶ、メンヘラとヤンデレの違いについての解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。